横浜中華街シンガポールの東人街中華街とは、非中国地域における華境、華人の街のこと。他に、東人街、花府、中国城、南京町などと呼ばれる。このうち、南京町については、現在でも南京町という名称を使用しているのは、日本の神戸の中華街のみで、南京町商店街振興組合の登録商標となっている。大きなものは北、アメリカや、 東南アジアに多く見られるが、ヨーロッパやオーストラリアでも拡大中の中華街が見られる。歴史的には、長崎の東人町のように政府の規制によって形成された中華街もあり、現代の中華街の中にもこの系譜を引くものもあるが、基本的には、華人、華僑の集中によって出現する社会的現象であって、法律により規定されるものではない。鑑定病。 観音病、土地校など、中国民間信仰の宗教施設を地域的な中核とし、総祠、から、同教会館や中華学校、中華料理店、中国物産展などの施設が集まる。中国は各地で中国語の方言の差が大きいため、出身地が違うと会話も成り立たない例も多く、同じ方言を話せる同居人を中心とした結束力が強い。 また、相互扶助的なしきたりや団体が作られて、信頼者にも入りやすい上、先行して創業した同郷人の下で仕事をする結果、特定の業種に同郷人が集まり、業界団体を形成し、在日韓国、朝鮮人と同じくロビー活動を行う例も多い。しかし、たとえ同郷の中国人コミュニティが形成されていても、農村や鉱山地域では、 商業活動が乏しいために、いわゆる中華街が成立しないことが多い。中央アジアのドンガン人社会や、東南アジアの当初に見られる、関東人社会、八華人社会が、その一例である。遅くとも壮大には、南シナ海沿岸に、交易のために、福建省や関東省から華人が進出し、現地公主国家から専用の居住地が与えられ、華人街を形成した。 既存都市の一部を構成するだけでな白、過人街が独立して開かれることもあった。安全航海を祈るためのマ祖と、深海地での安全安定した生活を祈るための土地港を居住地の必須振興施設とし、商業の発展とともに、官邸病が付加されていった。19世紀に入り、西洋列強諸国が東アジアに植民地や疎開を開くと、 西洋人居住者への都市サービス提供の機能を担うようになり、鑑定病の重要性が増していった。中華街に住む中国人を出身地別に見ると、20世紀前半までは海南島を含む関東省出身者が多く、ついで福建省出身者であったが、近年は福建省出身者が増加し、さらに上海や台湾出身者も増えている。 同じ章の出身者といえども、例えば、関東省の関東語、大山語、長州語、八家語は、お互いに会話が成り立たないほど差が激しいため、別々のコミュニティが形成されることが多く、同協会も分かれている。同様に、福建省でも、復讐語、教科語、貧南語、八家語は通じないため別の同協会が形成されている。チャイナタウン。 神戸南京町池袋東京都豊島区池袋の池袋駅北口近辺には1980年代以降に来日した中国人の経営する中国人向けの店が約200店舗存在する。地理学者の山下清美はこれを池袋チャイナタウンと命名し書籍や新聞雑誌等で紹介している。池袋のチャイナタウンは店舗数では 横浜中華街を上回るのではないかという指摘もあり、観光客向けの横浜中華街と比較すると、よそ行きでない、日常の中国を味わえる中華街だとも評されている。旧川口居留地大阪府大阪市西区川口の南東部、旧川口居留地の南に隣接する、旧町名、本大一番町三番町のあたりは、 1899年の居留地廃止から1937年の日中戦争勃発の頃まで中華街の様子を呈していたが、第二次世界大戦後は倉庫中心の街に変貌し、現在は数軒の老舗中華料理店が残る程度である。久米沖縄県那覇市クメは明の後部帝より琉球王国に貸しされたとされる陣などによって構成された。 国三36世の人々が多く移り住んできた。現在でも、イタリ性病や、天尊病を祀るなど、文化的特徴が見られる。また、沖縄県内における政治、経済で影響力を持っている。沖縄県は、歴史的に、福建省と交流が深く、那覇市は、省都の復讐市と、友好都市提携を結んでいる。提携10周年を記念して1992年には、 中国式庭園である復讐園を建設した。さらに、那覇市は中国とのゆかりが深い歴史性を生かした都市計画プランを推進し、2015年、久米近隣の若狭緑地公園に流柱を建設した。西川口埼玉県川口市の西川口駅周辺は2000年代半ばまでは埼玉有数の風俗街として賑わっていたが、摘発を受けて撤退した。 その後地に中国人が経営する店が続々開店し、首都圏有数の中国人街となっている、ウイグル料理等の精神料理店も並ぶ。ありがとうございます。